早押しクイズノンジャンル30問中級編シャープ9。問題、一通の道路という時の一通は一方通行を意味しますが、麻雀で一通を上がるという時の一通とは何という役の略称でしょう。正解は一気通貫。問題、野球の投球の判定の一つであるボールとはもともと何という英語を略した言葉でしょう。正解はアンフェアボール。問題、子供が感染する場合が多いムンプスウイルスに感染することで顔の下半分が腫れ上がる流行性耳下腺炎のことを日本では普通何風邪と呼ぶでしょう。正解はおたふく風邪。問題、結婚披露宴において新郎新婦が座るゲストの席より一段高いところに設けられたメインテーブルのことを何というでしょう。正解は高砂。問題、ペドロ、豆柴の大群、ビッシュといったアーティストが所属する日本の音楽プロダクションは何でしょう。正解はワック。問題、ディズニー映画南部の歌をモデルとする東京ディズニーランドにある急流下りのアトラクションは何でしょう。正解はスプラッシュマウンテン。問題、ハワイのマウナロアのように粘性の低い溶岩によって形成されたなだらかな火山のことを何状火山というでしょう。正解は縦状火山。問題、インドでは色のついた砂を用いて僧侶が描く主尊を中心に据え密教の世界観を視覚的にわかるように表した絵画のことを何というでしょう。正解はマンダラ。問題、ギターなどの弦楽器の指板にある隆起した部分のことを何というでしょう。正解はフレット。問題、英語ではデリバティブという数学においてある関数を微分して得られる関数のことを何というでしょう。正解は同関数。問題、マハトマ・ガンディによって始められたストライキの中でも断食を行うストライキのことを何ストライキというでしょう。正解はハンガーストライキ。問題、その燃え方は順番に、つぼみ、ボタン、松葉、柳、散り菊と表現される手持ち花火の一種は何でしょう。正解は線香花火。問題、アラビア半島の国々で行われているスポーツの競馬とはどんな動物を用いるレースでしょう。正解はラクダ。問題、生物の標本を作る際に防腐の目的で使用されるホルムアルデヒドの水溶液のことを一般に何というでしょう。正解はホルマリン。問題、豚の頬から首にかけての部位から取れる肉のことを脂肪が多いことから何というでしょう。正解はトントロ。問題、フィンチという鳥の品種改良によって生まれ、常に鳴き声を発しているため、炭鉱や地下鉄サリン事件での毒ガス検知に用いられたこともある鳥は何でしょう。正解はカナリア。問題、鈴、アンチモン、ケイ素を元素記号で表したとき、共通して用いるアルファベットは何でしょう。正解は S。問題、ある場所における一日の最高気温と最低気温の差のことを何というでしょう。正解は日角差。問題、足し算における0や掛け算における1のように、演算が定義された集合において、他の弦と演算を行っても、その弦が変化しない弦のことを何というでしょう。正解は単位弦。問題、
氷河期を題材とした SF 映画や、かつてミソノがボーカルを務めた音楽ユニットの名前にもなっている、あさってを意味する英語は何でしょう？正解は、Day After Tomorrow。問題、野球選手が投球前に揉んだりする、炭酸マグネシウムや松ヤニなどの滑り止め剤が入った袋のことを何というでしょう？正解は、ロジンバッグ。問題、元は因縁を超越した絶対的なものという意味の仏教用語で、転じてとてもという強調の意味で用いられる漢字2文字は何でしょう？正解は、滅法。問題、その歌詞には脱退するベーシストの江川邦人に向けたメッセージが込められている、走る走る俺たちというサビも有名な爆風スランプの楽曲は何でしょう？正解は、ランナー。問題、オポッサムを除いてそのほとんどがオーストラリア大陸に生息するカンガルーやコアラのように子供を育児能で育てる動物のグループは何でしょう？正解は、有袋類。問題、かつてペルシアと呼ばれた国は現在の国名で言うとどこでしょう？正解は、イラン。問題、オリーブオイルの中でも酸化の度合いが低く風味に欠点がない最高級のものを何というでしょう？正解は、エクストラバージンオリーブオイル。問題、牛のサーロインとヒレ肉を同時に楽しむことができる腰の脊椎周りの肉を用いたステーキのことを、その骨の形から何ステーキというでしょう？正解は、ティーボーンステーキ。問題、オランダ語やポルトガル語でダイヤモンドを意味する言葉に由来する、江戸時代にダイヤモンドや水晶、カットグラス製品を指した呼称は何でしょう？正解は、ギアマン。問題、土佐酢やタケノコの土佐煮の材料として欠かせない高知の名物は何でしょう？正解は、かつお節。問題、東方神起のユンホが2015年から、ビッグバンの G ドラゴンが2018年から2年間芸能活動を休止した共通の理由は何でしょう？正解は、兵役。